一面にずらりと並べられたものは全て小学校から盗んだもの。女子児童のランドセルや縦笛、ハーモニカなど、その数200点以上。これらすべて今月14日、窃盗の容疑で逮捕された無職、増田純一容疑者の自宅から押収されたものです。押し入れからハーモニカ18点、赤いランドセル41点、縦笛100点、鍵盤ハーモニカ114点、総数273点もの盗難品を発見したのです。それらすべてを小学校に侵入し盗んでいたという増田容疑者。犯行動機についてはこう話しています。女子児童の持っているものに興味があった。はい、今こちらにお示ししてますけれども、縦笛、それからハーモニカ、女の子のランドセルなど、なんとこう10年間にわたって続けていたということですから、驚きですよね。いろんな地域回ってたってことですか。そうですよね。この数からするとやっぱりそうでしょうけど、10年間にわたってこれ逮捕できなかったのかっていうことの方が問題じゃないですか。これ学校に侵入しないと取れないものも多いですからね。で、女の子のものばかりですからね。新しいものじゃダメなんでしょ。結局使ってるという匂いとか、使用済みじゃないとダメなんです。口紅のね、ハーモニカ吹いてる、あの中に変なよだれみたいなのが入ってないとダメなんでしょ。ダメダメ。